はい、16歳です、ね、この方がね、この1年、これからの1年でどれだけの服が来るかっていうのは、それは1年過ごしてみないと分かりませんけれども、1万7000人が暮らしています。このキャンプの建物を鮮やかな色のペンキで塗って街の雰囲気を明るくしようという取り組みが行われ、建物の外壁は黄色や水色などの明るい色で海沿いの 1.5 キロにわたって塗られました。住民からは、以前は古く埃っぽかった難民キャンプの家が見違えるようになりましたと歓迎する声が聞かれる一方、色を明るくしたところで人々の苦しみは変わりませんと話す人もいました。では全国の天気、まず雲の様子です。今寒気の吹き出しによる雲が広がり、北陸から北の日本海側に流れ込んでいます。また東シナ海には気圧の谷による雲があり、南西諸島や九州はその雲に覆われています。今日の天気です。北陸から北海道にかけての日本海側は雨や雪が降る見込みです。九州南部や沖縄は雨で雷を伴い激しく降るところもあるでしょう。東日本や北日本の太平洋側は晴れる見込みです。予想最高気温です。北海道や青森、秋田は日中でも0度以下の寒さになるでしょう。関東から西は昨日と同じかやこの見込みです。明日も日本海側では雪のところが多く、水曜日以降も雪や雨が続くでしょう。明日は山陰や九州から沖縄で雨が降る見込みです。ニュースをお伝えしました。待って。